皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今日は消えてしまった昭和の職業を6つまとめてみました。日本の復興を支えた高度経済成長期には多くの職業が生まれました。しかし昭和が終わり平成に入るとインターネット経済が始まります。大きく時代が動いたことで消えていった職業がいくつもありました。運送業界、情報通信業界、サービス業界に分けてご紹介します。まずは情報通信の分野から。電話交換手。昭和40、50年代までの電話は電話をかけたい相手に直接つなげることができず、電話交換手を通じて電話回線をつなげてもらう必要がありました。今では信じられませんよね。平成生まれの子は想像もつかないのではないでしょうか。電話をかけるときは現在のように市外局番を回すのではなくて、交換に〇〇市のバツ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 番とか伝えてつないでもらいました。話中となると5分待ち、10分待ちというのはザラでした。交換手さんの綺麗な声に恋をしてしまった男性も多かったようです。やがて電話の保有台数が増えていくと人力では対応が難しくなっていきました。そこに自動の電話交換機が発明され、電話交換手の仕事は消えていったのです。新聞社電書鳩係。電書鳩が最も利用されたのは昭和20年頃と言われています。昭和になると電話が普及してきましたが、1923年の関東大震災で通信や交通手段が麻痺した際に有用性が認められ、多くの報道機関がバト係を置いて訓練するようになりました。バトの足や背中には長さ数センチの筒が取り付けられています。記者たちは数羽のバトをカゴに入れて現場に行き、取材が終わると原稿やフィルムを丸めて筒に入れ空に放ちました。その当時朝日新聞社では450羽の電書鳩がいて、1日平均で53羽が使用され、1羽の1日の飛行距離は45キロほどだったそうです。今では見ることがありませんね。ちなみに日本では迷い鳩はUパックで送ることができるんですよ。万が一道端で見つけてしまったら飼い主に届けてあげることができますね。続いてサービス業界から。カフェ店員。飲食店の仕事の代表といえばカフェ店員です。ここでいうカフェとは純喫茶のことで、種類を扱わない喫茶店のこと。ちなみにカフェは20世紀前半に流行した形態で、飲食よりも女給による接待がメインでした。こちらは全くの別物でした。子供には区別がつかなかったのではないでしょうか。三助。三助とは銭湯で背中流しをしてくれる男性従業員のことです。平成生まれが聞いたら信じないかもしれない職業ですね。入浴料とは別に流し代を支払うと、ちょうどいいタイミングで三助の人が浴場にやってきて、背中はもちろん身体全体を洗い流してくれるのです。ついでにマッサージなんかもしてくれて人気でした。流し代金は入浴代と同じくらいの金額だったので利用しやすかったようです。三助の仕事は背中流しの他に湯沸かしや浴場の掃除など目につかない仕事もありました。今では考えられないですが、男性の三助さんが女湯に入り女性客の背中を流すことも普通にありました。もちろん三助さんも女性客もお互いなんとも思わなかったのです。むしろイケメンの三助さんは女性から人気だったようです。昭和の人たちのサービス精神は輝いていましたね。エレベーターガール。私はとある地方の中心都市の生まれなのですが、その都市にあったデパートにはかつてエレベーターガールが勤務していました。私が小学生低学年の頃の話です。昔ご褒美として連れて行ってもらっていたデパートを思い出すと、エレベーターガールの可愛い制服とハイヒール、綺麗な声がセットで思い出されます。エレベーターガールの仕事はエレベーターの操作だけでなく、
車椅子やお手伝いが必要なお客のケア、フロアや商品の案内など多岐にわたっていました。エレベーターガールはまさにデパートの顔でした。そんなエレベーターガールも、バブル崩壊によって人員削減策の対象となり次々と廃止されていきました。最後に運送業界からタクシー助手です。タクシー運転手じゃないの。と思われる方もいるかもしれません。1930年代のタクシーの乗務員には、運転手の他に助手が存在していました。助手の本来の役割は乗客の乗降を手助けするサービスを行うことでしたが、タクシー事業者にとっては客の勧誘や料金のごまかし防止、用心棒の役割も果たす存在でした。都内に昼間見られる流しのタクシーの例では、30% 程度割合で助手が乗車していました。後にメーター制が普及したことから廃止となりました。今回は、消えた昭和の職業をテーマにお届けしました。環境の変化は少しずつ始まってある日突然一気に進みます。最近ではチャット GPT の話題をよく耳にしますね。今私たちはまさに新しい時代の入り口にいるのかもしれません。今から10年後、一体どんな職業がなくなっているのでしょう。想像もできない世界が広がっているのかもしれませんね。この動画で懐かしさとともに、あの頃の活気や夢にあふれた時代を思い出していただけたら嬉しいです。これからも懐かしくて元気が出る情報をお届けしますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。